まずは赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコント。インサイド落ちました。低め来ました。あっという間に2ストライクです。落ちる球を持ってきました。インコースを落としました。引っ張った。バッターは2番に入っている吉田。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何から入ってくるか。初球ボール。次が2球目。よく見極めましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。引っ張った。詰まりながらもライトへ。バッターボックスは3番柳田。2アウトになっています。先発ピッチャー田中、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。2球目は何で来るか。落ちる球で来ました。ボール先行です。次が3球目。変化球わずかに外れました。ストライクが入りません。4球目は何で来るか。ストレートのフォアボールになりました。2アウトから先制のランナーを出していきます。バッターは DH 筒香。フォアボールのランナーが出ています。インサイド変化球決まっています。落ちる球を持ってきました。牽制。赤星さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。配球を読んでるのかもしれませんね。ただここは打席にいいバッターがいるんで、走るのは控えるかもしれませんね。なるほど、そうですか。ピッチャーが変わります。一塁に先制のランナー。このキャッチャーは送球がうまいですから、それを計算に入れて走らないといけませんよね。なるほど、そうですね。インサイド打ち上げました。ライトに上がった。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。バッターは柳田。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。引っ張った。バッターは2番に入っている坂本。外小馬、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。低めの変化球です。ボール先行です。バッター、バッターボックス高橋。2アウトになっています。この回の外小葉、4球で2アウトにしています。そうですね、まあ理想的だと。打ちました。2回になります。ジャイアンツの攻撃。バッターボックスは5番小林。バッターボックスには代打の森。さあ、赤星さん、ここは何を期待されますか。まあランナーいませんから、ここは当然出塁することを考えなくてはいけませんよね。そうですね、この起用に応えたい。最初は変化球できました。ボールになります。打ちに決まりました。打ちました。バッターボックスは6番坂本。宮西、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ、まず1球目。最初は変化球できました。
今の球には手を出しませんでした。ストライクです。まあ今のはよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。インコース、これは外れます。ここも見送ってよく選びました。フォアボール。最初は変化球できました。これが2球目、ボールになります。カープピッチャーが変わります。一塁に先制のランナー。これが1球目、初球打った。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。引っ張った。ボール。低めのボール打った。バッターボックス中村、ツーアウトになっています。バッターボックスには代打の岡本、ツーアウトになっています。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケース多いんですけどね。外野は下がってますね。とにかく失点はしないぞということでしょうね。そのようですね。赤星さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、まあバッターのために早めに走った方がいいというのはありますけど、まだ分かりません。よく見極めました。フォアボールです。バッターボックスには代打の浅村。さあ、ファンの歓声が選手の背中を押します。赤星さん、ここで動いてきました。まあそうですね、どうしても1点が欲しい場面ですから、いい判断だと思いますね。なるほど。さあ、ここは期待の変化球打った。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。2回の裏になります。さあ、カープ、この回は4番から始まります。打席に入ります。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ストライクが入りません。ここは1球見ました。内のボール打っていった。バッターボックス丸、ヒットでランナーを1塁に置いています。最初は変化球できました。変化球打った。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。変化球で空振りを取ります。まず一つ、枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。インサイド打った。さあ、そしてバッターボックスには浅村が入っています。まあ嫌なバッターが続きますけど、集中を切らさずにいってほしいですよね。さあ、ツーアウトながら一打サヨナラのチャンス。まさに。バッターボックスには代打の吉田。さあ、里崎さん、一打サヨナラの厳しい場面となりました。まあ相手も代打で勝負かけてきましたからね。ここは正念場ですよね。そうですね。さあ、ここはしのいでいけるか。さあ、2球目は何か。バッター見送りましたが、打ちいっぱいのストライクです。変化球打った。ワンボールツーストライクです。空振り三振。ここは投げ勝ちました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。ここでカープ守備を変えてきました。3回に入ります。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。
さあ1番に戻ってきましたバッター丸。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。あっと入らない。内へズバッと投げ込んできました。これが4球目。打った行きましたね。ぐんぐん伸びていく。バッターボックス吉田。ジャイアンツホームランで先制しています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、しっかりと自分の役割を果たしてくれましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか、はい、カープピッチャーが変わります。左バッターが これが初球。打った、これもいったか。大きな打球になった、ライトさん。最初は変化球できました。ナイスボール。はい、低めにストレートが決まっています。149キロ。引っ張った。バッターは今日 DH に入っている筒香。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ワンアウトランナーありません。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。ストライクが入りません。よく見極めました。フォアボールです。最初は変化球できました。インコース。3球目は何で来るか。インコースを落としました。さあ4球目は何か。内へ持ってきましたが外れました。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは際どいが、あっとフォアボールです。得点圏にランナーを進めています。さあそして打席には坂本が入ります。さあ追加点の欲しい場面。何が起こるか分かりませんから、ここもしっかりダメ押しでも取っておきたいですね。なるほど、そうですよね。いい当たり。7番バッターロペス。ジャイアンツこの回4点を入れています。さあついに得点を奪って、なおもその点差。初球打ち、カープ最後の攻撃になります。8番バッターはキャッチャー森。ジャイアンツリードで迎える最終回です。さあ援護点をもらってのこの回のピッチングとなります。まあそうですね、少し気持ちも楽になったと思いますから、このまま丁寧に投げていってもらいたいですよね。そうですよね。さあしっかりと抑えていきたいところです。低め、これは外れた。次が4球目。ストライクを取ってこれで追い込んだ。インサイド打った。さあそしてバッターボックスには西川が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。ここはこのまま抑え切って勢いつかせないようにしたいですね。なるほど、そうですね。外低めの球、すぐに追い込みました。変化球打った。一塁アウト。これで3アウト。最終回無失点で試合終了。